元気しそうや大輔と申します。今回はトルネロス化身の姿を使ってランクマッチを潜っています。このトルネロスというとですね、もう特製のいたずら心を使って、まあ追い風とかね、まあそういうので、まあ味方の補助をしてみたいな感じで使われること多いんですけれども、もう腐ってもこれ順伝なんで、あのスペックがね、まあ高いんですよ。なんでそういう補助技とかするよりもアタッカーを使った方がね、もう強いんじゃないかというところで使っていきます。型としては攻撃素早さ特化の物理アタッカーとして使っていきます。で、技はこんな感じでね、まあ物理多いんですけれども、まあなぜこのね、アクロバット泥棒を搭載しているかというと、なんと、持ち物、これね、普段だと普通右下にね、表示されるんですけど、持ち物なしでね、こう使っていきます。そうすることによってね、アクロバットが初手からもう猛烈なね、火力で使っていけて、で、なおかつ、まあ持ち物ちょっと欲しいな、みたいな時はこの泥棒で盗んでいくというね、まあこういった方で全員ね、ぶち壊して、いきたいと思います。それではランクマッチ行きましょう。さあ、マッチングしました。元気さんお願いします。メタグロス、ラティオス、ハバタ君、パオジアン、オーガポ、水川、そしてロトム、ヒーティングと、トルネロスから入っちゃえばいいんじゃねえかな。トルネロススターティングで、うわ、これもオーガポン絶対必要。で、ラストはね、これ、ヒカキン TV、エビデイでしょ。お願いします。さあ、お願いします。パーバタク、神か。ちょっとこれは古代活性で素早さ上げられるんですけど、いやー、幅髪の耐久ぐらいだったら飛ばせねえかな、これ。アクロバット。挑発！おい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 。うちのトルネロスちゃんは、物理アタッカーなんだよ。はい、もうね、もう初手にトルネロス出したらみんなね、この、何、害悪型だとね、思ってね、もう普通にね、もうこう、なんか変なことしてくるから、もうメタグロス来ましたが、メタグロスはね、これもう、ビルドアップで、一気に、あ、ごめん、挑発されてるんだ。泥棒でなんか、グロスのアイテム奪っていくか。泥棒してみようぜ。さあ、泥棒で、グロスのアイテム取って、さあ、松君。なんだ、何もらえる？高校の尻尾って何？レッドパンチ。いやー、高校もらっちゃった。いやー、しかも凍っちゃった。何この高校の尻尾グロスとかいうわけわかんねえやつ。アイアンヘッド。なんだろうな、これ。これはまあ、普通にオーガポンから行こうか。落ち着いてオーガポンから入って、ツタコンボで。あ、オッケー、テラストルか。まあ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 。ピカチュウの敵でもない。いやー、水かー。この技対策だな、これは。あ、サコンボ。これはさすがに。まあまあ、そうだよね。地震。いやー、これは絶対耐える。絶対耐える。オッケー。そしたら、ウッドホーンで回収させてもらおう。はい、ウッドホーン。オッケー。いや、もう、こんなね、水なんて切っちゃったら草技で受かっちゃうんですよ。パオジアンがいるか。いやー、このパオジアンちょっとな。まあ、普通にツタコンボでいいか。いやー、これは耐えてくれれば大丈夫よ。一発耐えて、オッケー。はい、ツタコンボ。いや、タスキか。これ、電光石火を撃てれば勝ちだがどうだ。いやー、不意打ち持ってるか。いや、じゃあ、もうラスト決めちゃおうか。最終兵器。ピカチュウちゃんの出番よ。で、普通に猫騙し。はい、ありがとうございました。いやー、でも、ハマカミをね、ノーリスクでワンパンできたのが、あれがでかかったです。ありがとうございました。はい、マッチングしました。5573お願いします。ギャラドス、ミズロトム、エーフィー、ウルガモスか。メタグロス、バンギラス。なるほど。いや、もうこれ初手でね、もうトルネロス行くわ。で、トルネロス行けば、エーフィーより早いんで、あとは、オーガポン裏行きまして、これピカチュウだな。この3匹で行きます。お願いします。はい、お願いします。ギャラドス初手来るか。これはピカチュウ出しとけばって話だが、威嚇は入ってしまう。なるほど。ここはじゃあ、ちょっと、これピカチュウ行くわ。いや、後出し、なんか効きそうだな。初手にギャラドス出てくるって。はい、電磁波来ちゃった。はい、ピカチュウに効かない。
じゃあもうここで電気技ぶち込みたいんですけど、まあ、ちょっとテラスタルもねあると思うんで、これ猫騙しで様子見ましょう。あーやら引き込むれ、オッケーオッケー、まあ、バンギとかこの辺かな。あバンギうんいるね、いるんなら、うーんバンギラスってね先制技ないから早手返しが打てないんだよな。これピカチュウ切っちゃうか。いやーでもギャラがな、いや普通地面技来る可能性もあるから、これ引ければ引いていいんだよな。オアボン行くわ。アタキか地震かだと思うから、岩技はね命中不安技が多いから打てないはずなんだよな。エッジとかガンプーとか、とステルスロック。バンギラスくん舐めちゃいけないよ、うちのオーガポンをね。サイクル回されるとマジで終わるから、ここはもう研磨積んでいこう。多分バックしてこないんかい。おい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 、バンギラスくん、うわ普通に岩技持っててが、これ2発で終われば全然足りよ。じゃあ3発、じゃあ3発で終われば、終われ。いやマジか、そこ6ブラ打てんだ。トルネロスだ。でも多分トルネロス見たら絶対ロックブラスト打ってくるから、テラス でビルドアップいくわ。夢特性がね負けん気だから、まあ、威嚇受けるた、負けん気にしてっていうのもいいんだけど、このビルドアップを安定して先制で打てるっていうところで俺はいたずら心採用しているんですけど、いやどうなんだろうなこれ。夢特性の方がいいのかな。威嚇受けられるのはでけえ。はい、小手ビルドアップよ。さあ、バンギラスくん。君のロックブラストなんて。あ、電磁波来た。いや、そっちでもいいよ。じゃあ、もうテラバーストで終わりにしたいところであるんだけど。いや、多分ね、これ、バンギラス多分打点ないと思うんだよな。ビルドもう一回積むわ。バンギラス引っ込めた。オッケーオッケー。これギャラじゃないこれ。多分ギャラ来てると思うんだよね。はい、ギャラ来ちゃったー。ギャラドスくん。トルネロスの餌食となる時間は、もうそこまで来ている。さあ、ここで行くぞ。アクロバットだ。持て！いや、勝て、ギャラドス。しかも5つ目。これ、竹の持ってるか。挑発！おいおい、この後に及んでトルネロスを、補助技の使い手だと思うなよ。ギャラ引っ込むか。あ、なるほどな。ここは偉いな、でも。バンギラス来るでしょ。いや、バンギ来たところでじゃない、威嚇もう一回入れるために。って感じか。さあ、アクロバットは、いや、めちゃくちゃ入ってる。いやー、ここ、タクだな。これね、地面テラバースト打っちゃうと、いやー、ギャラに引かれた時がな、これが厄介なんですけど、相手ステルスロック巻いてて、相手の技構成、ロックブラストの火力的に、これ絶対サイクル回してくるから、これアクロバットでいいわ。絶対威嚇巻きに来るから。巻き来た、よっしゃ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 。ギャラでしょ。はいはいはい。ここで地面テラバースト打っちゃうのはちょっと早計が過ぎますね。ここアクロバットなんですよ。オッケー。そしたら、もう、アクロバット打つ機会あるかな、これ。裏がウルガモスとかだった。あ、オッケーオッケー。あー、砂倒してくれた。オッケー。でかいわ、これ。いやー、この砂がでかい。しかも、地面テラス切ってるから砂ダメージ受けないのが、トルネロスの強さ。あー、ウルガモスが来ちゃったよ。貴様にラスト、大技を見せてやろう。アクロバット。まあ、テラス切ってくるよね。でも、ウルガモス程度の耐久であれば、普通に飛ばしてやるよ。さあ、フェアリーテラス。でも、威嚇2回入っちゃってんのか。でも、なかなかの火力が出るはず。さあ、アクロバット？いや、結構削った。うわ、ギガドレインで全部回収されちゃった。ギャラドス、なんとか倒して、これで威嚇がもう相手負けない状態なんで、ピカチュウが最後決めてくれる。さあ、頼むぞ、ピカチュウ。もう、ステロなんて関係ない。もう HP が1あるか、100あるかなんて関係ない。猫騙し。ちなみにこう炎の体とか食らったらマジであのぶち殺す。これでっか。呼吸上取って、よし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 。いやー、なんとくるのそば。うわー、これもうやけどが痛すぎる。これもうこのやけどがなければバンギ飛ばせんじゃなかったのかな。どうだこれ。
いやー、絶対飛ばせてると思うんだけど、まだあかんねえぞ。急所もある。モルテッカーだ。持ってけピカチュウ。いやー、どうだろう、ランスかな、やけどがなったら、ランスだったと思う。ありました。はい、マッチングしました。カッツさんお願いします。炎ガポン、パオジアン、カイリュウ、ガチグリス、カイヌーと、ルーパーになってますので、これ、オーガポンから当然入っていきまして、で、裏にはこれ、トルネロス行って、ラストはこれ、スシローでいいんじゃないでしょうか。お願いします。はい、お願いします。カイリュウから来るか。ちょっと、オーガポンでは、相手するのは厳しいのか？普通に俺は、突っ走っていきたいと思ってるんで、こう、ツタコンボを重くそいくわ。さあ、まずツタコンボで。まあまあ、まあまあ、そんなもんでしょう。自信で、いや、これも、カイリュウね、これ、素早さ振ってないの分かってるんで、じゃあ、もう、そうだな。まあ、ツタコンボ連打でいきましょうかね。いや、素早さ振ってれば、ツーパンはあったのかな、これ。多分、耐久エグちょっと振ってると思うから、半減でむしろ、なあ、半減でこれだけ入ってるって。なんか、でも、ま、丸スキあるから、ダメだ。で、3発あったのかな、どうだろうな。さあ、地震が来てしまうが、まあ、ここ普通に新速で取られて終わるんでしょ？だったら、落ちたコンボでいいや。新速できて、そうだよね。まあまあまあ、そうでしょうと。いや、オーガポンよくやったわ。あとは、任せろ。この、トルネロスにな。多分、新速打ってくるから、もう普通にビルド積むわ。トルネロス体すげえな。背筋とかえぐくない？これ見て。うわ、さあ、ビルドアップ入った。ってことは、これ、新速打ってないのか。なるほど。アイアンヘッド。残念だったな。残念だったな、アクロバットだ。この、息積みビルドで、これかなりあるぞ。いや、ここ新速か。まあまあ、しかし。全然受けてまして、アクロバットが入っていって。さあ、カイリュウ突破。さあ、ラスト2体よ、これ。トルネロスでいけるはずなんだよな。腕の筋肉、やばくない？何センチあんだろ、これ。うわ、ブリジュラスが来てしまうか。いや、もう、ブリジュラスは、こっちにも一応打点はある。テラバースト。いや、ビルド1積みでどうだ、これ。地面テラバーストでね、これかなり削れると思うんだけど、ブリジュラスの物理耐久どこまでいけるか。さあ、お見せしよう。この肉体を。そしてこの、大地の、パワーを、いけ！いやー、これ頑丈か。頑丈じゃねえんだ。いや、しかしエレクトロビーム、おい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 。来た来た来た、電気吸収で、特攻上がって、パワフルハーブが発動。さあ、ここで地面テラスが刺さっていった。よしよしよし、じゃあもう、あとは、これどうしようかな、これブリジュラスのアイテム、もらっとくか。いや、もらう必要はないか。ブリジュラスこれ何持ってんだろうな。テラバスト。なんと、無償で突破。頑丈、頑丈だよな。頑丈は発動しなかったけど、HP2 とか3とかで残ったのかな。鉄のカイナ。鉄のカイナ、カイナ。テラバーストと行きたいところなんだけど、これね、多分、出したら切ってくると思うんだよ。ここは、アクロバットでいいわ。まあ、切ってこなくても半分入るんで。うわ、猫魂。うわ、普通にアクロバットいくわ。はい、テラスタラ、オッケーオッケーオッケー。さあ、お前のテラスタラ読んでる。多分、飛行とか結構多いんだよな。地面対策技でみたいな。くさ！おい！あ、決まってしまうのか？この一撃で。アクロバットだ。うわ、惜しい。ドレインパンチングされちゃったけど、残念だったな。テスの回な。トルネロス大エースが8回3分の2をなんと失点ゼロ。ラストは任せろ。このシャリタスだ。でこいつはもう流星群でぶち壊すわ。ドラゴンの子供と言われたこのシャリタスが最後、クローザーを務めるとはな、流星群で対戦ありがとうございました。いやー、これはぶっ刺さったわ。うん。物理型トルネロス、神とさせてください。ありがとうございました。